こんにちは、森下アットホームの森下です。いやー、なんかちょっと花粉飛んでますね。ちょっと僕も数年前に花粉症を発病しまして、ちょっと憂鬱なんですけども、まあこの花粉症ね、問題で最近よく皆さんがこう考えられる空気清浄機置きたいなっていうやつですよね。で、森下さん、空気清浄機結構しっかりした持ってるし、あるいは買おうと思ってるんで、空気清浄機ってどこ置いたらいいですか？でもそんな質問を受けることがよくあるんですね。まあ、今日はね、そのことをちょっと魚にいろいろお話をしていきたいと思います。はい。まあ、いつものようにですね、僕の板書きを見ながらお話聞いてもらえたらと思うんですけども、まあ空気清浄機もなんですけど、それって大抵この頃のやつって加湿器も一緒になってません？で、僕もコロナが騒ぎが大きな時に、こういうなんかね、空気清浄機っていうのを買って家に置いたり、下宿してる娘に送ったりとかしましたけども、それ見たら必ず加湿器機能ついてて、あ、そうそうか、これいいなと思ったりして思いましたから、まあ、まずはね、一つ加湿器の置き場所っていうのが一つこう手がかりになるとは思うんですね。で、じゃあ、僕なりの解説でいくと、まあ、これが一軒のお家なんですけども、僕たちパッシブ設計をやってる絡みで、プラスして全館空調をいつもお勧めすることが多くてですね、この結構吹き抜けがあるお家が多いんですよね。で、そういうところだったら、1階のリビングの吹き抜けとつながる大きなリビングのとことか、それから2階のその吹き抜けとつながるホールの部分とかに置かれたらどうですかっていうことをよく言ってますね。加湿器ってね、いろんな種類あるんですけど、別の動画でも結構喋ってるのでご参考にしていただいたらと思うんですけども、ちっちゃい加湿器を一個一個の部屋に置くっていう形は、結構めんどくさいんですね。なぜか言ったら、加湿器ってしょっちゅう給水せなあかんし、それから汚れますから、しょっちゅう洗わなあかんとなるので、僕は結構大型の大きな気化式の加湿器なんかをおすすめすること多いんですけど、結構大きいんですね。大きいんで、30坪ちょっとぐらいの家だったら十分1台で加湿をしてくれるので、そんなことをおすすめしたりします。で、なのでね、同様にこういうふうに言うと、空気清浄機もここら辺に置かれたらいいのかなと思います。で、例えば多くの家が三種換気っていうお家なので、アウトドアエア、つまり外気はこういう吸気口からこう入ってきますよね。で、これに言ったら花粉とか、なんていう、PM2.5 っていうんですかね、細かい粉塵みたいなものがこう、紛れ込んでくるっていう危険があったり、それから窓からももちろん入ったりするとは思うんですけど、来ますよね。だから、その来たやつを即吸ってフィルターできれいにして出すっていうことで、それがなるべく全体に行き渡る。だから吹き抜けとか、この階段室も一種の吹き抜けになるので、こういうところで空気がこう流れていくってことを考えると、非常にいいんじゃないかなと思います。なのでね、どこに置くかというと、こういうポジショニングで、なおかつ言いたいのは、皆さん住宅のこう間取りをこう考えるときに、絶対に考える家電で中にはですね、冷蔵庫ってあるじゃないですか。冷蔵庫置き場って考えない人います？絶対冷蔵庫ここに置くとか、洗濯機ここに置くとか、それからテレビここに置くって考えるじゃないですか。でもね、この加湿器とか空気清浄機をどこに置くって考える人は意外と少ないんですよ。どっか棚みたいなところにコンセント作っとったらええわと思うんですけどね。でもね、手間がかからなくて効果も高い機械っていうのは意外と大きいんで、しっかりとこの冷蔵庫、洗濯機、テレビレベルで置き場所を考えてほしいんです。で、意外と場所取りますよ。よくあるのは、例えば階段下の空間とかにするのもあるなんですけど、やってみて思うのはですね、悪くはないかもしれんなと思いつつね、意外と拡散が難しい。やっぱりこうちょっと内側に入っちゃうんでね。なんで、ガランとしたところに置く方がやっぱ効果は高いと思います。そうすると置き場所は邪魔やなと思いながら置かなあかんかもしれませんので、空気清浄はもう一年中したいし、でましては加湿器は冬もしたいってことになると、ほぼ一年中ずっと置くような形になると思うんで、その場所を
なんていうんですかね、あの僕に聞くまでもなくてしっかり意識するってことだと思います。でこういうふうに空間の融通が効くところに置くことを守れば、あの空気清浄機っていうのはもう十分に、まあ、あの機能するかなと思います。で今日はですね、ここで言うたら、わずかの話なんですけども、基本的にはその、なんていうんですか、花粉症の人っていうのは、全部あのそれぞれの部屋でゆっくりしてる時に、多分寝る時も花粉症の影響、花粉の影響を受けるしみたいなとこあるから、あの各部屋にほんま置かなあかんんですよね。でこの先も加湿器も大変やけど、この空気清浄機も各部屋に置くと、これまあまあもうあの管理が面倒というとこがあるので、今日はですね、あの究極のですね空気清浄の、仕組みの考え方っていうのもね、ついでと言ったらあれなんですけど、こちらをメインにしてもいいかもしれませんけど、少し解説をしていきたいと思います。でそれはですね、まずね、やっぱり究極を考えるなら、換気方式は3種じゃなくて1種換気の方が、あの僕はいいのかなと思います。で、あの僕長らく、1種換気は、結構費用かかる割には、1種換気で得られるその熱交換による光熱費の削減っていうもので、電気代がこう元取れるので結構時間かかったり、場合によったらこう猛烈にその何ていうか永久にこう取れへんみたいなことがあるかもしれへん、シミュレーションしたらありますよねって話もしてきたんですけども、ちょっと最近趣旨買いをしてましてですね、なんていうか、あのウクライナ危機をはじめとしたこのエネルギー危機ですよね、あのすごいで、あの電気代高くなってるから、あのこんだけ電気代高くなってくると、やっぱ熱交換を置いてもですね、あの一種換気の元を取れる期間が非常に短くなってきたし、十分に採算が合うっていう局面もあるので、一種換気結構あの予算が合うなら、あの考えたらどうですか、特に花粉症の人はどうですかってことを言ってるんですね。でそうするとですね、あのこの一種換気を使うとですね、あのすごくいいものが使えるんですよ。それがあのトルネックスっていうやつです。あのトルネックスって知ってますかね。僕タバコ吸わへんからあれなんですけど、あのタバコをこう吸った時のこうタバコの煙をあの吸うやつあるじゃないですか。あれトルネックス空気清浄機ですよね大抵。時にはこんな竜巻みたいになるのもありますけど、ベタにこうフィルター通すやつもあると思うんですけども、ああいうトルネックスっていうのが出しているもので、この囚人機能、細かいこう塵みたいなのを集める機能があるようなものの住宅用みたいなやつがあります。でこれをですね、あの一種換気と組み合わせるんです、これも一つの例ですけども、例えばこの OA、 これ外気のことですけども、この外気を熱交換をする一種換気のユニットにくくらしてですね、で RA と言われてる、いわゆるリターンエアですね、あのトイレとか、洗面所から排気を吸って、排気じゃない、こう吸気して、で外に出す、換気するっていうことをやりますけど、それをこの RA から EA っていうあの方に出るっていうこのルートで、ここでこうクロスするんですよね。外からの空気と中からの空気クロスすることで熱交換をして、でその熱交換をして、例えば冷やしたあの空気を、が来ても、あの暖房をそこのあんまりこうロスせずにとか、冷房をそんなロスせずにってこうやるわけですけども、でその熱交換された空気、これも SA と呼びますけども、この SA をこのトルネックスを通すんです。でトルネックスを通して今度、各部屋に、吸気としてフレッシュエアとして送るっていう、そういうことなんですよね。でそうするとで何がいいか言うと、あの24時間換気は法律義務付けされてるから、各部屋に上手に供給されていくやつがですね、外のいわゆる花粉はもちろん、そのいわゆる PM2.5 とか粉塵みたいなもんもう全部集塵して取ってから送るから、これ完璧なんですよ。で、僕は今ちょっと薬飲んだぐらいで、あの花粉症はこれ辛抱できるわってやつですけど、中にはもうかわいそうなぐらい大変な人いらっしゃるじゃないですか。でそういう方はですね、あの家におる時ぐらい安心に住みたいということであれば、これ言ってるコストかかりますけども、あのこういうふうな仕組みでやるっていうのも一つあるとですね、これ一緒です。だからあの、冷蔵庫やテレビレベルであの空気清浄機を置くとこ考えてねっていうように、
まあ、こういうものもあるので一種換気との併用でトロネックスっていうような形で、しっかりとあの空気をきれいにして使うということもあるということも知っておいてもらえたらと思うんですね。でトロネックスはね、まあ、僕も全然知らんかったんですけど、何年か前にあの松尾先生に教えてもらって、あそんなもんあるんですか。あの時々道路端に住んでる家であのすごいトラックとか通ってあの粉塵がすごいような環境の方いらっしゃるじゃないですか。いあの窓が真っ黒になるみたいなね。でそれすごいあの困るわけですよ。でそういうお家でもこのトロネックス通すとしっかり取れてですね、あの非常にこうあのかあの快適になるんだよっていうことを教えていただいたらすごいですねでいうこと聞いたんですね。で特にすごいのはね、この目詰まりせえへんらしいんですよ。フィルターってすぐ目詰まりするじゃないですか。なんか遠心力を使って分離するので、あのフィルターを通すというあのそういう原理じゃないんですね。だからあのフィルター台っていうのは必ずこの清浄機にはいるんですけども、あのこのトロネックスはいらないで、なおかつですね、あのジャブジャブ水洗いができる。でそのことによって排気ガスとか PM2.5 とか取れていくという強力なそういうものもあるので、あの究極の空気清浄機っていうことを思うんだったらこんなやり方もあるというのを、まあ、今日はね少しちょっとチェックしておいてもらえたらと思います。はい、まあ、こんな感じでね、まあ、家作り暮らし方に関して、なんだかんだ話をしています。まあ、ちょっと面白かった、ためになったと思っていただいたらね、よかったらあのグッドボタンをよろしくお願いします。